ティークのユミです。本日ご紹介するのはこちら、今回はね結構こうスペシャルなアイテムを持ってきました。1930年代に作られていた、こちらフランス軍のモーターサイクルジャケット M35 についてご紹介していきたいと思います。まあ、今回もこれ僕の私物になるんですけど、これもね結構見たことないような一着なんですよ。多分この形自体は知ってる人多分いるかとは思うんですけど、これはなかなかこう探しても出てこないような一着かと思います。それではアイテムの紹介に入っていきたいと思います。やっぱりこうフランス軍でモーターサイクルって言ったら皆さん結構こうコート、まあ、シングルのやつとか、まあ、ダブルのやつ M38 ですねとか、あのパンツとかかを結構思い浮かべる方がいると思うんですけど、その前の多分結構こうプロトタイプ的なものになるのかな、のが M35 と呼ばれるようなジャケットになってます。まあでもジャケットとは言うんですけど、正直これ正式名称はショートコートらしいです。まあ、M35 モーターサイクルショートコートっていうような名前ですね。でこの M35 の種類として存在するのが、まあ、リネンタイプとコットンキャンバスタイプですね。まあ、どっちも正直結構希少価値は高いです。まあ、コットンキャンバス G に関しては本当に M38 とほぼほぼ同じような生地感になってます。なんですけどこちらはなんとコットンツイルっていう、こんなモデル存在するんだっていうね、まあ僕ほんと全然知らなくて、でまあリネンタイプのものはすごい前から欲しくて、まあ結構やっぱお高いんですよね。でまあコットンキャンバスタイプも変わらず高いんですよ。どっちも本当に M35、M38 のその3年間しか使われてこなかった、まあ1935年から38年ですね。その3年間しかまあ使用されてなかったので、まずその希少価値自体がこの形はすごい高いんですよね。まあでもその3年間の中でこのコットンツイルタイプっていうものが存在するっていうのをこの一着で知ったんですよね。ここからは結構僕の推測なんですけど、まあ、なんでコットンツイルタイプ作られたかって言ったら、まあ、コットンキャンバスとかリネンよりかは確実に風は通しやすいんですよね。まあ、だからこう長期的な戦争を見越して、まあ、第二次世界大戦前なので、なのでまあ夏とかでも使えるようにとか、まあ、あと温暖な気候でも対応できるようにこういったコットンツイルタイプも開発してたんじゃないのかなと思います。まあ、結局 M35 という名前でこのジャケットを作ってみたはいいものの、まあ、全然寒いと。だからまあこのコットンツイルタイプが廃止されて M38 ではまあリネンタイプとまあコットンキャンバスタイプがまあ採用されたんじゃないのかなと思います。だからこれ本当にプロトタイプみたいなものかと思います。もしかしたら正式採用とかもされてなかったんじゃないのかな。まあ、結構そういった実験の中でもしかしたら作られた一着かと思います。まあ推測ですけど、そこはそれではデザインとディティールを見ていきたいと思います。でこの M35 でまず一番目を引くのはやっぱりこのボタンのね、まあ、短いスパンで打たれたこのボタン、正直ここね4つぐらいあればいいんじゃないのって思うんですけど、なんとこれね6個もついてるっていう、まあ、これが結構ね特徴的なデザインですね。なんかこうこれ見るだけでちょっとイギリス軍っぽいとは思うんですよね。であとポッケで、ポッケのね湿気もなかなかよくわからない作り方してて、まあ、フラップがあってその下に玉縁もう一回作ってポケット、袋ポケット作ってるっていう、まあ、ポッケのね縁にかかるね摩耗のダメージを、まあ、防いでるような、まあ、作りなんですけど、まあ、そこはするみたいなね、まあ、こういったところでもねやっぱフランス軍っていうか、まあ、フランスらしい服の作り方をしてます。で襟のトップにもこのフックがつけてて、でエポレットの付きと、まあ、アームに関してはやっぱり30年代40年っぽいこう曲線を描くようなね斜めに傾いた、アームをしてます。まあ、これがやっぱりね着た時にすごい綺麗なシルエットになるんですよね。でバッグも見てもらいたいんですけど、結構これスリットがなかなか上まで来てるんですよ。これもやっぱり座る時にねスリットでこうやって座った時に生地が逃げるように、計算されて作ってると思います。でまあこのコックジャケットの時も言ったんですけど、ボディのね前身頃が横から後ろまで来てるっていう、まあ、このヨーク仕様になってます。まあこれ本当にね最初のスタイリングの動画でも見せたんですけど、やっぱこれ、ね、着るとかっこいいですよね。それではこちら M35 モーターサイクルジャケットをもう一回着てみました。やっぱりこのねモーターサイクルジャケットのこの、ね、コットンツイルっていう生地だけじゃなくて、僕のお気に入りポイントはやっぱこのサイズ感なんですよね。すごくちょうどいいサイズ感ですよね。本当にキューティーとか僕が着てジャストぐらいのサイズ感なんです。やっぱりこのモーターサイクルジャケットってやっぱりどうしてもね下にいろいろニットとか着た上に着るものになってるので、すごい大体大きく作られてるものが多いんですよね。まあ、M38 モーターサイクルコート、まあ、ダブルもシングルももうやっぱりどっちも大きいので、大体この M35 に関してもまあ大きいものが結構あります。だけどこれに関してはすごくちょうどいいですよね。で横向いた時のこのね斜めになる感じ、これがやっぱ素晴らしく、僕は横向いた時のねジャケットの好きな点です。これこんな感じで全然締めて着ていただいてもいいですし、それこそ自転車乗る方とか、まあ、僕も自転車乗るんでよくよくこれを着ながら、走ってます。こんな感じ、まあ、コットンツイルでも、まあ、ちゃんとこう自転車とか乗っててもね下ニットとか着ちゃえば全然あったかいですね。まあ、真冬とかになったら、まあ、レザーとかの方がいいと思うんですけど、
で、まあ、そういった結構実用的な使い方もできるようなジャケットになっています。というわけで今回はこちら1930年代に使用されていたフランス軍のモーターサイクルジャケット M35 のコットンツイルタイプのご紹介になりました。まあ、これに関しても結構スペシャルな一品ではあるんですけど、やっぱり買い付け前なので、まあちょっとね、まだまだ全然お金もないので、まあ自分の中のこうコレクションからスペシャルをちょちょっと出していければなと思って撮影しました。まあもちろんこれもショップに掲載するので、ぜひぜひ見てみてください。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。インスタグラムフォロー、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは。